野手編でいうと多分こいつの守備はやっぱりその見物だなっていう。いやまあ全部すごい人と一緒にね、一緒にキャンプ過ごしたわけじゃないんで、3球団しか行ってないんで、一番驚いたのが松井和夫ですね。こんなショートおんのかというぐらい守備範囲の広さと肩の強さは半端じゃなかったですね。もうえぐかったです。一塁守るのが怖いぐらい。96年97年ですからね、松井和夫が茶髪でデビューした2年目ぐらいですかね。僕が西武行った時に一塁に慶応での高木大成がまあ3番バッターでいまして、高木大成は年上なんで和夫もこう遠慮してシートノックの時は軽く投げるんですけど、僕の時はちょっとおちょくって思いっきり掘るようなんですよもうほんとこれもう気合い入れとかな顔面当たるないうぐらい、うん、それとやっぱイチローのバッティングの打球の速さですね。一塁守っておって、イチローがバッター立っててピッチャーの牽制に備えてこう守るんですけど、ホーム掘った時にランナーと一緒に僕はバッターの方にイチローの方にこうスタートの構えを見せるわけなんで、会心の一塁のゴロが来まして、グローブ出したら先にまず足当たってライト転がっておりまして、自分であの痛みにこらえながらボールを追いかける辛さ、僕の目じゃ追いきれんぐらいの球の速さでした。打球の速さ、あれからもうファーストを守るのはもう嫌やと思いましたねすごい助っ人外人でいろいろ食レースされますけど、はい、やっぱりえげつないこいつの打球は、それはブライアントでしょう、それはランディ・バースという人もいるけども、ランディ・バースは広角、まあブライアントも広角に近いんですけど、ほとんど引っ張りですよね、うん、まあ肉眼で一緒にチームメートで一緒に練習して彼も上がっていきましたから、若手と同じ年代で、まあ中日の二軍時代はもうウエスタンでも三振ばっかりで天井向いて振っておりましたけどね。あれもやっぱり中西道場門下生で、中西さんの練習を僕ら若手と一緒に出てきてずっとやり続けたおかげで彼は日本で大金を稼ぐことができたと。最初はやっぱり中日にいたら上には目下とかいるから上がれないとね、星野さんとドジャースの関連で関係で二軍に来て勉強しておりましたけども、たまたま近鉄の4番のデイビスが大麻を栽培しておったという事件がありまして、そのまま帰らぬ人と、ね、ニューヨークへ戻っていきましたけども、通訳の藤田通訳、今オリックスで一番古い 年数の通訳やっております。その藤田さんにはデイビスから神戸水上署豚箱の中面会行くと、金村にメッセージ伝えといてくれと、豚箱の中で腹筋と腕立ては欠かしてないと復帰したら即打つからとデイビスがこういうメッセージを藤田通訳に伝えてくれて、アホか帰ってこられへんのにと思いながらそのまま神戸の地を踏むことなく強制送還で帰っていきました。その代わりに来たのがブライアントで、その時ピッチングコーチの権藤さんが中日とのパイプを使いながら、大木さんと中西太さんと権藤さんと3名で、ウエスタンの試合を即見に行って、ブライアントのスイングを見てすぐ太さんがトレート、俺が鍛えると、これはとんでもない選手になれるということで、同じバッテンしたり同じスイング反対からのティーしたり、イエッサーイエッサー言いながらやりましたよね。来た時には僕がちょうどレンタルビデオでその当時流行っておったのが、エディ・マーフィーの星の王子様ニューヨークへ行くという、あれをレンタルビデオ借りて見てたんで、初めて来た時にはエディ・マーフィーや思いましたで、エディという名をつけまして、そこから辞めるまでエディと、未だに会うとエディと、そんな関係ですね。今またネットニュースでそのブライアントが、自分の知り合いが8名亡くなったと、日本親日家ですけど、日本の皆さん気をつけてくださいという、今も日本の人のことを心配してます。皆さんも忘れておるかもしれませんけども、仰木監督が亡くなられるその時に、今のオリックスもう一度監督をなされた時に、1年だけ一塁コーチャーでブライアントがコーチをしたんです。私の携帯からアメリカに電話して、仰木さんはブライアントに日本語で喋ってました。
ブライアントかと、来年コーチ OK とか言うので通じました。はい、で僕が変わって、片言の英検4級の英語で、つもろミスター市原コール言うね OK とか言いながらマネー中名円円ね OK とか言いながら、あのオリックスも合併の時に人気がなく、何かアイデアマンの小木さんがよしもうブライアント呼ぼうと、で試合前のもうそのノックの時にブライアントのちょっとホームラン競争とかしようと結構盛り上がったんですけど、誰も覚えてる人少ないんですよね、ブライアントが1年だけコーチしたというのをね。まあ辞めてからもそれだけ愛される人、今巨人でいうとクロマティ、クロマティも今コーチしてますしね、ランディ・バースは未だに日本来ますしね。小木さんの凄さってどういうところなんですか？まあ個性を生かすというかね、まあ三原野球の一の継承者だと本人も周りも思ってましたよね。それとやっぱり亡くなる前あたりはもう常々言ってたのが、俺は人に恵まれたと、子供はいないんですけども、いろんな俺には子供がいると、アメリカ行ってる子供だけでも何人いるかというね、野茂はじめ、吉いろいろいますよね、長谷川も関わってますし、大体メジャー行ってる人はほとんど小木さんの関わった人間がほとんどじゃないですか。田口はじめ、一郎、野茂がパイオニアとしてね、だから野茂のあの投げ方も普通だと当時覚えてますけど、解説者はそう好かんでしたから、こんな投げ方やったら盗塁し放題だし、通用しないとほとんどの方はおっしゃってましたしね、通用しましたよね、それを個性を一切あの投げ方も変えることなく、開幕して勝てない時があったんですよね。開幕して1戦目2戦目ぐらいかな、その時に1回初めてどうなったん違いますかね、キサンシャット旋回とか言ってそっからびっくりするぐらい勝ち始めましたよねそっから最多勝、4年連続最多勝、亡くなられた小木さんの北九州の事務所兼自宅には、お節間にはそのメジャー行った選手たちの写真がザーッと並んでましたしね、あの時はさすがに僕もジェラシーを感じました。俺のはないんやなと言うと、奥さんが奥から来て、あんたのあるで言ったらトイレの座る横にありました。くっさい仲やねって言われました。僕が横にいて、下に皆川コーチがいて、ここに坂東さん、神戸さんがいたんかな、結構コーチの中でもこう前こう目に入るとこは僕でしたから僕の笑顔がこうしてるのがそこから家で線香あげて宮古島キャンプ行く初年度、次の年はまたそこからスタートしたんですけども、奥さんにその辺扇おるから一緒に宮古島連れて行ったってって言われましたけどね。大木さんの話を言いますけど、やっぱ監督コーチで一番印象深いっていうか、まあ有能だなって言われた大木さん。そうですね、僕は9人の監督としか一緒させてもらってないんですけど、やっぱり大木さんと星野さんはもう別格でした ね。ただ星野さんには年俸は 75% 2年間でダウンさせられてます75% です。えげつないです。ただそれをまあ受け入れたおかげで、辞めてからもまた阪神の監督になってからももう本当よくしていただきました。お前やからフリーで何でもせえと、正月の新聞の対談でも金やから受けるぞとか言ってくれたりね、その後いろいろ気にかけてくれて、それは僕が活躍しなかったからもうダウンさせられてもしょうがないと。ただその野球の厳しさっていう面では2年しか一緒にしませんでしたけど、まあ厳しい人でしたよね。厳しく激しく、そして優しくと。ただ70人ぐらいの試合家選手で 2,30 人は葬られた選手もたくさんいます、葬られたというような、まあそれぐらい分かりやすくてよかったですよね。それが厳しすぎるとよく言われる人もいましたけども、一度経験してみると、まあその時はきつかったですけどね、そういうことをフォローしてくれる人がヘッドコーチの亡くなられた島野さんでしたから、この2人のバランスが絶妙に良かったですよね。あれ星野さんだけやったら僕も反発してたと思いますけど、そこにうまく島野さんというヘッドコーチが
だから島野さんはもうずっと尊敬してますね。ヘッドですけど、だから名古屋には当時星野さんの影ですから星影の会という、島野さんを応援する会もあったぐらいですよね、在韓人の人たちも。